キリスト教とは何ぞやつのだかつらがくわけ。1933年、キリスト教と自由主義進学は、ジョング・レッサム・メイチェンの著書。キリスト教と自由主義神学が、全く異なる宗教であり、キリスト教は、聖書の上に建てられるが、リベラルは、罪人の移りゆく感情の上に建てられると、断言している。メイチェンは自由主義神学の前提が、キリスト教と異なるとする。 また、部分的霊関節も、イエス・キリストの聖書館ではないとしている。翻訳は、角田葛学の、キリスト教とは何ぞや、リベラリズムと、対比してが1933年に出版されて、いたが、戦後に、吉岡茂役の、キリスト教とは何か、リベラリズムとの対決が出ている。吉岡は、角田訳に、翻訳の題名を合わせ、言語の直訳としなかった。 最初にメーチェンの著書を翻訳した角田は、メーチェンの日本における真の弟子と呼ばれている。今日において、メーチェンの立場を支持する論者は、メーチェンの著書の役割を果たしているのは、福音派のクリスチャニティトゥデーであり。一方、自由主義神学の流れはリベラル派、エキメニカル派、WCCK、NCCK と主張している。神学者である、 岡田みのは自由主義神学について、この表題が明示するごとくであると述べている。角田葛学役、it is no wonder, then, that liberalism is totally different from, christianity, for the foundation is different, christianity is founded upon the Bible, it basis, upon the Bible both its thinking and its life, liberalism, on the other hand is founded, アポンザ・シフティング・エモーションズ・オブ・シン・フルメン、主の民家、国の民家 P114? 岡田実調作集、私の神学的自助伝命の言葉者ケアンズ、キリスト教全史命の言葉者教律、キリスト教研究所、宣教ハンドブック、東京キリスト教学園、小形守日韓教会成長比較ホープ出版、命の言葉者水草修士、ニューエイジの罠 CLC 出版、 岡田みキリスト教、高橋書房 P66。ありがとうございます。